あ始まりましたということで、はい、スクレアのクルーズ TV、ね、なんと我々が急遽冠番組を今度は持つことになりましたということで30分間同時進行で配信します。いつものファッションコーナーがヤフーショッピングライブと同時で、放送するイメージで、いつもと変わりませんので、いつものように楽しんでください。今日はですね、この残りの残党でね、お送りしておりますので翔平さんと、はい、ね、こちらはあの、何でしたっけ、西尾久美さんです。ちゃんと覚えてください。西尾久美さんね西尾久美さんと西尾久美氏と一緒にやって、はい、うん、で我々がこうね、冠を待つことで持つことでなんで頑張っていただきます。はい、改めて自己紹介させていただきたいと思います、はい、うん、ね、僕ら、銀シャリのバトンみたいなのがですね、私はですね、普段は万歳協会というところで浅草東洋館というところメインにナイツさん、U字工事さん、ネズッチさんとともにね、ということで、では右からあなたは誰ですかということではい、はい、皆様こんにちは、こんばんは、はい、ザキポンこと宮崎ゆいです。お願いします。よっしゃー、ザキポンね、はい、何回もね、2回めっちゃいじった記憶があるいいですよ、全然全然そのね、感じでね、なんか来てるのはなんか、うん、なんか分かる、分かるなんか分かるっすね、はい、またよろしくお願いします。お願いします、はい、はい、武士の部、色のいい、美しい、情緒の超大抵、竹美代です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、では、そこの、お待たせしました、そこのって何ですか。どうも、普段某あの人、あ、某って言われてやばいじゃん。違う違う、これだよ、これは違う、そうそう、え、これなんもういいよ、手押しです。そこ取りますね。役者やってます。え、じゃあかなりブリーチした方がいいんじゃないですか。今どっちかっていうとあれじゃないですか。何ですか、朝の番組の方じゃないですか。うん、朝の番組、今それを言ったんだよ。あ、そうなんですか。待って、二人でこなすのはやめようって。朝の番組の方、サーファーの、サーファーのことはいいんだよ。わかんない。別にそっち言ってない。やめなさいよ。お前も大まかな、分かりにくいボケを大丈夫ですか、ついてこれてます。混乱するから。見てよ。違う、混乱してるの、まずここの人。わちゃわちゃ。もうなんかすっごいありますからね。ふわふわしてます。ふわふわ。視聴率上げていこうって言ってんだから。いや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 、いや、視聴率上げていきたいんですけど、初めて見る方がいるのか、常連がいるのかで、ね、ちょっと対応というんですか、それがちょっと違うなと思ったんで、だからね、あの今日初めてあり、で、ここのね、多分男なんて初めて出すって聞いたんですよ。違う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 、ちょっとやってみただけだから。あのね、森田さんね、え、初めてね、ほぼ会話したことないじゃないですか、さっきのね。それなのに、ヘイとか、いやいや、あなたは死亡する。違うのよ、前のね、放送見てくれた人だったら分かるけど、チャラいチャラいって言われたから、ちょっとチャラいの取り入れてみようかなと思って、その詞をちょっと勉強してきたんですよ。すごいね、チャラい MC って言ったのに、ね、手越しって出てくるんだよね。でもね、それちょっと面白いなと思ったんだけど。じゃあその次に森田って。そう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 、それに続けといろんな場合ね、ね、そこら辺はなんでね、そういう風になったのも後々知ってます。フリートークのコーナー。いやもうさ、もう毎回フリートークやってんだから、別にコーナーにする必要あった。やっぱりクルーズ TV といえばフリートーク。ねえ、よく会いました。いけないですよ、ね、お互いにね、はい、やっぱね、そうです、そうです、今日初めての知らせがありますね。そうです、うん、だからね、今日はあの武井さん、僕、ね、ほぼ初絡みなんで、どんな人かってちょっと自分の口からちょっと説明をね、僕じゃないですよ、嫌われる虫になっちゃいますよ。いや、あなたに言われた。でも、勘だからだ。ダメ。今、あなたに言われたくないと、マシだよね、今度あたり。解説しないといい。いや、すみません、ちょっとね。
そうだよね、全然そうね、全然喋ってないですもんね。ごめんなさい、喋ってましたね。もう今日、ね、かけりさんの時間にしたいんで。はい。はい、女優さんってね、どういった活動をしてるんですか？主に舞台をやる。あ、舞台を、はいはいはい。以上です。え、お、舞台舞台でも、舞台舞台でも、いや、自己舞台やってるんで、そう、拾ってもらっていいですか？いや、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 そうです。例えばね、いろんな舞台あるわけじゃないですか。そのね、はい、例えば劇団キャラメルボックスみたいな、はい、ああいうお芝居が好きで、そういうのを、そういう機会やってますとか、なんかあるわけじゃないですか。ないんですけれども、はい、いろんなところに客演としていく形で、フリーで、はい、フリーで、おーおーおー、で、この方も役者さんです。役者さん。え、私も役者ですよ。え、そうです。役者なんですか？役者なんですか？嘘ですか？前の時にも言ってるし、いや、嘘でしょ。うさゆしでーす。嘘でーす。可愛いからアイドルかと思ったって次のセリフで言おうと思った。え、まあ、だんだんこう絞っていくの。そうそう、武井さんがもうね、置いてけぼりになってるから、いや、あなたが探りすぎるんだよ。掘り下げって言ってもらっていいっすか？喋りましょう。喋りましょう。今日はゲストよく喋るね。そう、喋る。あんまりおしゃべりがそんなにあれですか、得意じゃないですか？どうなんでしょう。ちなみにこういったクルーズ TV みたいな番組を、はい、出られてるんですか？もう一回、もう一回言います。ほら、あなたでちゃんと本音が、さっきとんの静止感、静止感今喋ろうとしてたのに、突っ込むからトークがぶつかってる。静止感、静ロストク。ちょっとそれはいいんですけどね。はい、こういった分が、そう、トーク番組とかどうなんですか？どうなんですか？あの、出られたりとかして、そう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 、あんまり出ないんですか？ここにたまに出させていただくぐらいで、他はないんですか？ないんですか？はい。その、二人とはどういう会話とかしたんですか？その前の放送とかでは。事務所の先輩なので、はい、いつもなんかこんな感じ。あ、事務所の先輩先輩なんですか？はい、お二人とも先輩なので、はい、はい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 、それはもうだいぶ大きな差がある先輩、その、まあ、何個下とかなんかあるじゃないですか、芸歴とかですか？